バッファロービルズは1946年から1949年までオフックに所属していたアメリカンフットボールチームである。1949年のオフック消滅時 NFL への参入を試みたがオーナー投票で否決されかなわずチームは消滅した。1960年の AFL 創設とともに誕生し現在 NFL に所属する バッファロー・ビルズとは別のチームである。NFL の対抗団体として設立されたオフックが8チームで設立され、そのうちの1つがバッファロー・バイソンズであった。バイソンズという名称はバッファローに本拠地を置くスポーツチームが伝統的に使用する名称であったので、本チームでも採用されたが、1シーズン目が終わった後、オーナーが新しい愛称を求めてチーム名を公募した。 工房の中から採用されたのは、ビルズで、この名前は、アメリカ西部開拓時代のガンマンの愛称である、バッファロービルをもじったものであった。オフックが NFL に吸収合併される際に、ブラウンズ、49アーズ、コルツが NFL に移籍する案が進められた。しかし、3チーム参入とすると、NFL のリーグ構成は13チームと奇数となる、上にアメリカで不吉な数字とされる、 13となることや、コルツが本拠地を置くボルチモアよりもバッファローの方が市場規模が大きいことからビルズも加えるべきではないかという議論が起きた。3チーム参入が実行された後、バッファローのファンは17万5000ドルの資金を調達するなどして、追加で参入を認めるか否かのオーナー投票を実行するまでにこぎつけたが、全会一致が必要なところ、九対四で否決され、 参入は叶わなかった。ノート、勝ちイコール勝ち、負けイコール敗、運イコール引き分け。ありがとうございます。